クライトン・ミトマ・カオルトンでもない、クラブ接近。ガーディアンなどで記者を務めるベン・ジェイコブス氏がポッドキャスト、ロンドン・イズ・ブルーを通じ、今夏の移籍市場で補強を進めるチェルシーに対して、ブライトンに所属する日本代表 MF 三笘薫の獲得を進めている A メディア、チェルシークロニクルが報じた。チェルシーは今年6月、新監督としてエンゾ・マレスカ氏が就任したことを発表した。当メディアは、以前から彼らはウィンガーの獲得に熱心であると報じられており、最近では三笘の名前が潜在的なターゲットとして浮上し始めていると報じ、チェルシーが三笘の獲得に動いていることを示唆。また、ジェイコブス記者は、以前、三笘の話をしたことがある。内部で話し合いがあったに過ぎず、ブライトンはまだ何のアプローチも受けていない。しかし、ちょっと興味深いね。三笘は型にハマったプレイはしないけど、そのままプレミアリーグでインパクトを残せるかもしれないと語っている。日本のブルーズサポとしては、三笘加入を願わずにはいられない。今よりチャンスにつなげられるプレイが増えるかな。チェルシーに加わったらもう少し余裕を持ってボールを受けられるね。ムドリクよりは、三笘の方が良いと思うんだけどな。ムドリクは、三笘が来てくれるなら前でボール受ける回数も増える。三笘のスーパーなカウンターは痺れちゃうよね。大怪我明けで、コンディションも良いのか悪いのかわからない。選手をそもそも取るのかね。情報は薄いけどどこでも良いから、メガクラブへ移籍してくれ。選手層の薄い、ブライトンに明るい未来はないよ。チェルシー初の日本人選手になってくれ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。